プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない取り紙予想。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。本日、こちらの動画では、8月25日開催、新潟インサイステークスとキーンランドカップの予想。ショートでは、8月24日開催、トキステークスニセコ特別の予想も挙げています。そちらもよろしく。それでは、日曜重賞の予想、行ってみたいと思います。3、2、1。まずは、新潟2歳ステークスの予想から。前走ロッテは2歳戦だけあって、新馬戦か未勝利戦。新馬戦の方が確率は高そうです。2018年から2020年の好走馬。見受けられるのは、東京、新潟、前走、東京、新潟の1600。そして2021年から23年も同様の傾向が見られます。ということで本命に挙げるのは6番コートアリヒンです。前走東京1600を上がり 33.3 秒で勝利。1番手には挙げたいですが、安定しない2歳馬、絶対死は難しいかもしれません。ヒモ候補に挙げるのはこちらの4頭。1番ジュリーレーヌ、3番スターウェーブ、4番シンフォーエバー、10番プロクレイヤ。こちらの4頭合わせた5頭のボックスで手堅く押さえてみたいと思います。続いてキーンランドカップの予想、行ってみたいと思います。前走クラス別で見ますと、前走 G1 組は1着か着外か、G3 かオープンクラスを中心に行くべきかもしれませんが、果たしてどうか。前走重賞組で見ると、直近2戦に高松宮記念、函館スプリントステークスがあると良さそうです。前走オープン組は前走 UHB 賞、2走前がオープン以上の重賞。このローテーションが高走率の高い馬がの傾向のようです。ということで、本命にするのは、人気でも2番、ナムラクエアとします。去年の勝ち馬で、前走、高松の宮記念、2走前 G3 の京都牝馬。ただ、先週のこともあり、前走 G1 馬は1着か着外か、慎重に行きたいところではあります。紐候補ですが、こちらの3頭。3番、プルパレイ。7番マテンローオリオン、12番ビッグシーザー、この3頭を加えた4頭ボックスで勝負してみたいと思います。というわけで、今週日曜日はこちらのワイド3連複トータル2000円が勝負馬券です。参考にしてみてくださいね。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。コメント、概要欄、X のフォローもいただけると嬉しいです。ではでは、また来週。今週のクイズはこちら。動画最後までいただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。コメントや概要欄、X のフォローもいただけると嬉しいです。クイズの答えは明日のショート動画で、そちらもよろしく。ではでは、また来週。